くれたまさんぽ。ニュージーランドは大自然の中のスリリングなアクティビティが多い。いちいちバンジーでパイに卵黄を塗らないで。次はブルガリア。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。